出しませんよ。じゃあ次。私と、沙織と、あと私のママと、3人で隅っこ暮らしを見に行きました。映画、そう、平日だったのでちょっとお父さんごめんね、という感じなんですけど、もう家族のつながりだからさ、やっぱ沙織とは3人で、連番させていただいて劇場の方で隅っこ暮らしを映画見てきたんです。なぜ隅っこ暮らしと思われる方はぜひね、こうインターネットとかで調べていただけると話題になっている映画なんです。で、こう総尺が60分ぐらいだったかな。こう普通の映画と比べて、まあちょっとショート尺になってはいるんですけども、もう本当にもうこれ以上続けられたら涙が枯れちまうってぐらい、ちょうどいいぐらいの60分で、もうずーっと、なんか、そのひたすら、ナレーションベースで、こう話が進んでいって、こう声がね、発する、キャラクターが声を発するところはほぼないというか、全然ないかな。こう字幕で、こう吹き出しとか、なんか汗とかそういう表記とかでキャラクターの心情を表現していくんですけど、まあ、本当にこう声優という仕事をやっている身として言うのもあれなんですけども、声いらんなって思っちゃったのよ、終わった後。こんなに音楽とナレーションと、その、まあ、なんだろう、その少ないヒントの中でちゃんとキャラクターたちが、こう、生き生きとフィルムの中で生きているのを見たら、いや、これはこれが正解なんだと改めて思って、いや、すごく、なんだろう、自分の心の中にあった、こう、一番シンプルな感情をすごいこう叩き込まれたような映画だったので、ぜひね、大人の方が見ても感動するっていうのはもう本当に、その歌い文句が本当にそれがもう勝るような内容でした。なので、ぜひぜひ、こうね、このストレス社会と言われる中で働くね、OL さん、サラリーマンさん、そして学生の皆さん、ぜひこう抱え込んだものがある方にとってより一層刺さる映画だと思うので、ぜひ見てほしいです。でね、その映画の前に発覚したんですけど、その映画が終わった30分後ぐらいに沙織が美容院の予約を入れたのよ。だからなんか最後エンドロールの時にさ、最後まで浸ってようとしたらさ、ごめん、やっぱちょっと間に合わないかもしれないみたいな。で、座り順が私、沙織、ママだったわけよ。で、こう、沙織真ん中だからさ、ごめんね、みたいな感じで。で、一個空席が空いたままさ、自分の母親も泣いてるわけよ。なんだこのシチュエーションって思って。で、なんかエンドロールだからさ、隣に寄るのもちょっとなんかもう今更感あるじゃん。だから最終的にこう、一個空席を空けた状態で娘と母親がしくしく泣いて、最後ポップコーンを食べるみたいな。そう。沙織が帰っちゃったからさ、もう、と思いながらも。いや、でもね、予定的にそこしかハマらなかったって言ってたから、まあ、しゃあないと思いつつ、ぜひね、映画は、最後の最後まで楽しんでほしいなとも思いましたけど、でもね、綺麗に髪の毛も整えたことでしょう。じゃあ、ここからは、リスナーの皆さんから届いておね。